敵だ。さて、いよいよご一行の本拠地越後なわけだが、越後は幕府の詰め所や警備隊がないんだ。これは越後屋と幕府が癒着しているのが理由らしい。わあ、私雪って初めてです。白くてふわふわしてそうで美味しそうですね。うまいぞ、冷たくて。冷たいんですか。まあ形式上とはいえ、脱獄犯になっちまった義経さんがいるから、この点に関しては幸いと言うべきかな。っておい、聞けよ。あれ、スサノオさん顔色悪くありませんか。いや、あれ、本当だ、大丈夫。平気だ。え、スサノオ、くそ、貴様、なんぞ。スサノオ。おいおい、どうしたってんだ。スサノオの魂に救っている魔物が活発になってきたのかもしれない。でもそれは抑えられているって本人が言ってなかったっけ。そうらしいけど、うん、わらわにはこれ以上わからない。お医者様、お客様の中にお医者様はいらっしゃいますか。お客様って誰だよ。お医者さん、そうだ、スクナビコナなら何かわかるかも。スクナビコナ。うん、薬とかおまじないとかいろんなことに詳しい神様だよ。小さい武者みたいな姿をしてるんだけど、今どこにいるかまでは。小さい武者、それって手のひらに乗りそうなくらいの。そうそう、しずかお姉ちゃん会ったことあるの。どこかで見たような。あ、鬼ヶ島にいた気がする。いましたよね。鬼ヶ島に。ええ、小さくて可愛らしい武者さんがいたのでちょっとお話ししたんです。あの人がスクナビコナさんかは分かりませんけど。まあそんな小さい武者なんて珍しいだろうし、行ってみる価値はあるな。じゃあ鬼ヶ島にスクナビコナさんを探しに行きましょう。神様同士は分かるもんなんだな。うわぁ、小さい。本当に神様。ほら、そこのニャンコ女が今のはグサッと来たぞ。これでも1ヶ月前と比べて1人伸びたんじゃ。やだ、かわいい。うわぁ、やめるんじゃ。
には魔物が巣くっているらしいの。その正体も原因もわからないんだけど。ふんふん、スサノオに取り付けるような化け物がいるとはちょっと想像できんの。まあとりあえず応急処置をしとくかな。薬を作るから材料を持ってきなちゃい。な、必要なものはな、甲羅のかけらとにかくいっぱいじゃ。とにかくいっぱい？いっぱいじゃ。ひとかけらじゃスズメの涙にもなりゃせんのよ。頑張って集めるんじゃ。詳しい原因はこの接着が調べておいてやろう。スサノオはここに残んなちゃれ。でもいい。大変、もうスサノオがだいぶげんなり。はい、スサノオ。ああ、感謝するぞ、スクナビコナ。よよよ、あのやんちゃなスサノオも素直に俺が言えるようになったでごじゃるか。一言多い、そして甘すぎる。世話になった、スクナビコナ。お前らも待たせてすまなかったな。行くぞ。ちょっと待ちやちゃい、スサノオ。ひとまずはこれで安心じゃが、このまま放っておくとまずいぞ。原因が分かったの？それなんじゃが、信じられんことにスサノオのアラミ玉が侵食されておる。このままアラミ玉が完全に乗っ取られたら、どうなるの？マジかよ、聞いただけで血の気が引いちまうな。この意識が引きつる感じはそういうことだったか。くそ、追い出す方法はあるか。はーい、スサノオに取り付いた魔物は精神体じゃ。それを払うにはこちらも精神体となり、スサノオの荒み玉に潜り込まねばならにゅ。ちょっと、なんかいい案出してよ。お払いとかで追い払えないの？ってことは何？お手上げってわけ？アラミ玉へ潜り込むか。いや、方法はある。あの場所に連れて行ってくれ。あの場所？あ、清掃の狭間。清掃の狭間とな？とても不思議な場所なんです。時空を無視し、あらゆる場所へ道をつなげる妙な空間。あそこであれば、俺の荒み玉への道も開く。うむ、この鬼武者殿の魂を荒み玉に送り込み、魔物を叩くちゅもりか。とは言ってもよ、今んとこそれしか案がないわけだろ。こいつは波じゃない。こいつになら俺はかけてもいい。ほえー、スサノオがそんなに言うんなら一丁かけてみるのもいいかもしれんの。よし、それじゃあひとまず清掃の狭間に行きますかね。ジフリさんに聞いてみるのがいいと思います。あの人なら力になってくれるはずです。ありがとう。
ありがとう。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 かたじけない。何か用か。何か用か。千客万来だ。ご主人様、私にご用命ですか？お珍しい、そして嬉しい。はい、精神世界に行きたいのでございますか？そう、神の荒御霊に。できますとも。この清掃の狭間ならば。どなたの精神に入られるのですか？俺だ。そちらはスサノオノミコトでございますね。この者の精神世界へ行きたいと。かしこまりました。二つ条件がございます。まずはスサノオ様の魂の扉を開くお二人の絆、
お二人の仲が同志以上になっている必要があります。あと一つ、これについては従者の身分でこのような条件を出すのは大変心苦しいのですが、ご主人様のお命に関わることですので。スサノオ様の荒御霊はおそらく現世に存在する魂の中で一番強い力を持っており、いかにご主人様といえ十分な力が備わっていなければ魂が押しつぶされてしまう恐れがあります。レベル60あればチフリも安心いたします。どうかそれまではご無理をなさらないでくださいませ。なるほどな、心得たぞ。それにしてもお前は何者だ。俺たちと同じ神のようで違うな。チフリとこの清掃の狭間はただご主人様のためだけに存在しています。これからもどうぞご主人様のことをよろしくお願いいたします。どうした？何かあれば言え。どうした？何か用か？血の雨を降らしてやる。面白いことをしやがる。おい、準備はいいか？行くぞ。ここが俺の荒御霊で作られた空間か。君の悪いことをする。スサノオ、バダツミ、なぜお前がここに。クソ、オゾ。
おやおや、わちなんかでいいんでやんすか。てや、や、いや、こりゃ終わりだ、てやは、いやてや、てやどうだ、てやは、いやてや、てや、終わりだてや、どうだ、おや終わりだ。わたつみ、これはどういうことだ。なぜお前がここにいる。ここは俺の荒御霊の中だ。スサノオ、君はいいね。何、今もこうやってみんなに愛されて。何を言って。一方僕は暗く
冷たい海の底恨んじゃ自分で作ったからくりはわっちにとっちゃ子供みたいなもんだ。海は僕の家だもの。お前本物のわだつみか。でもあの時君がやめろ僕を水底に。やめろ。なんだ今のは。そう、予想以上に体力を消耗した。戻るぞ。何か用か。おかえりなさいませご主人様。おかえり。って佐野大丈夫？え、わだつみに会った？あらみたもの中で。わだつみってわだつみの神のことですか？たちのお友達なんだけど、今はどこにいるのかわからなくて。結局何もわからなかった。俺の荒み玉をわだつみが乗っ取るなどありえない。わらわもそう思う。くそ、真実がわかるまで何度でも出向いてやる。荒見た前の扉が開いたまま、スサノオノミコトはよほどご主人様との絆を感じていらっしゃるようですね。な、何をふざけたことを。照れる必要はございません。このような状態でしたらジフリがお手伝いをしなくてもアラミ玉に入ることができます。ただしお気をつけくださいませ。アラミ玉は荒ぶる魂、潜った分だけ負荷を負います。ご無理はなさらぬよう。さーて、スサノオさんの容態も安定したようだし、とりあえずは一段落ってことでいいのかね。世話をかけたな。そしてすまないな。でかい借りができた。まさかこの俺が他人に命を預けることになるとはな。じゃあいよいよ越後に乗り込みますか。気を引き締めていきましょうぜ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとまあ、威勢よく行きましょうぜと言ったものの、
越後屋の表から堂々と入るのは難しいわけでね。どうすんのよ。ちゃんと調べてあるって。屋敷には裏口があって、ここの警備が薄いのさ。こっからこっそり忍び込むしかねえな。裏口は屋敷の西側にある。気をつけていこう。あんまでかい声出さないようにな。